ちらタンク準備はいいぞ。タンクが来ている。タンクの位置まで交代しろ。交代してタンクの車線に敵を誘導しろ。
には何者も介入できない。敵は我々の作戦全てを知っている。その上で裏を書こうとしている。だがさらにその裏を書く根拠のない妄想です。敵の進軍ルートを知っている。記憶している全てを入力した。送ったデータを見てくれ。あなたは疲れているようです。休んでください。本当にこの場所に敵が来るのか。低空を飛んで市街地に向かっているらしい。よくそんなことが分かったもんだ。静かにしてろ。おい、本当に来たぞ。レーダーを見ろ。情報部、さすがだな。攻撃準備。情報部の予測が当たったようだ。戦闘の準備をしろ。どうやら我々に気がついたようだ。怪物が来るぞ。みんな死ぬはずがない。家族に勇敢だったと伝えてくれ。その話は怪物を迎えて、こいつらを市街地に入れるわけにはいかない。ここで食い止めろ。怪物を投下した。警戒しろ。
ず船の真下に飛び込まねばならない。勇敢な奴がいるようだな。フェンサーチーム、前進して怪物を引きつけろ。フェンサーチーム、よく撃ち取る。歩兵隊、俺たちの盾になってやる。攻撃を未然に防ぎ、数え切れない命を救った。よくやった。
EMG 有効射程まで前進します。止まるな、進め。 EMC のエフェクティブレンジまで接近する。これ以上は危険だ。目の前だぞ。巨大すぎてそう見えるだけだ。まだかなりの距離だ。くそ、やつはでかすぎる。サイレンは力を失うと休眠状態に入る。 EMC を照射し長い休眠状態に追い込む。待ってくれ。情報、先進技術研究部の主任から作戦中止の要請があった。確認します。例の主任ですね。作戦は続行します。分かった。 EMC の一斉射撃でサイレンの活動を停止させる。攻撃用意。攻撃用意。ファイヤI'm gonna go get it!
死んだわけではない。とどめが必要だ。地上部隊の奮戦に感謝する。バスター発射。直撃確認。目標炎上。やったぞ。熱い。バスターの熱だ。すごい熱さだ。火事の現場にいるみたいだぞ。目標が動いている。なぜだ。地上部隊、下で何が起こっている。見ろ、奴は死んでない。燃えながら生きてる。この熱はバスターのせいじゃない。サイレン自身だ。熱源が移動している。地上部隊どうなっている。無視か。周囲の温度が上昇しています。サイレンは太陽によるものだと言われます。サイレンの皮膚はかなりの高温です。これで生きているなんて。重い体を持った生物、なんて化け物だ。攻撃を再開しろ。人類にとって大きな脅威だ。ここで息の根を止めろ。なんという生物だ。サイロはエネルギーを放出し続けています。この状態が続くなんて。詰められたサイレンの体が死を避けるために変化した。それがラボの限界です。体に過剰な負荷をかけてしまうこの状態は生き延びるための最終戦略だと考えられます。つまり自分を犠牲にして目の前の死から逃れるというわけか。寿命が尽きるのはいつだ。わかりません。数日か数年か。残念だ。まだ寿命には見えない。自然死を待つのは得策とは言えないな。データの収集が必要です。攻撃を続行してください。することはできたということか。
奴は姿を変えたばかりだ。休息が必要なのだろう。それは我々も同じだ。追撃は空軍に任せよう。すでに攻撃機はサイレンを追跡しています。よし、我々は撤収だ。エルギヌス、アーケルスは恐ろしい生物だが、行動権は限られている。地球全土に危険が及ぶわけではない。だがサイレンは高速で移動し、存在するだけ周囲を焼く地球規模の危機だ。この状態のサイレンをグラウコスと呼称、最大級の脅威と認定します。進め！砲兵の攻撃が始まるぞ。攻撃開始！これだけの火力があれば、どれだけの敵が来ようが問題ないぜ！攻撃が来るぞ！シールドがない歩兵はタイタンの後ろに隠れろ。空爆開始。総員攻撃せよ。レクイエム砲の火力を見せてやるぞ。ここを突破されたら市街地は焼け野原だ。そんなことはさせない。ここは我々が封鎖する。レールガンなら
く到着するはずです。何？聖地の聖と聞いてはいるが、殲滅目標を確認した。よろしい、戦闘を開始せよ。フェンサーの精鋭部隊が来ている。歩兵部隊は彼らと合流せよ。左右から来るぞ。怪物が来るぞ、迎え撃て。が接近しています。来たか。レールガンはどうした？それがドローン部隊に足止めされています。なんだと？待ち伏せです。まるでレールガンの振動を知っていたかのような。でかいのが来たぞ。空を飛んでる。燃えてると。燃えながら飛んでる。タイタン戦闘不能。重戦車大破。タイタンがやられたぞ。重戦車がやられました。クソ、グラウフスの力は圧倒的だ。備えがなければ奴は倒せない。上空にはグラウクス、地上にはエイリアン。このままだと全滅する。退却するしかない。レールガンはまだドローンと交戦中です。残念ながら我々の負けだ。退却を開始する。キラが来るぞ。上陸を阻止しろ。タンク急げ。タンク到着。間に合ったか。歩兵の前に展開しろ。
俺たちが盾になるぞ。スキラは目の前だ。攻撃開始。撃て、陸に上げるな。霧だ、霧が出てきたぞ。スキラは体内の水分を噴出し霧を作り出します。強敵から身を守るだけでなく効率的に獲物を取るための能力だと思われます。射撃が難しくなる。兵士の天敵だ。レーダーを有効に使ってください。大まかな位置は分かる。
ですが、その力には制限があるようです。もし我々の進撃が探知可能な範囲に何らかの限界があるのでしょう。どのような条件で我々の行動を知ることができるのか、そのルールを解明する必要があります。
原始時代の人類を狙うか、せめて EDF 設立前の人類を攻撃すれば、たやすく目的を達成できるはずだ。なぜこの時代にこだわる？どんな理由がある？ライトをつけろ。奇襲って言っても奴ら夜寝てるかどうかも疑わしいぜ。夜間は怪物の活動が鈍る。多少だ。成功率は少しでも高い方がいい。作戦開始だ。テレポーションシップを攻撃しろ。相手は大きい。夜間でも放射の心配はないぞ。暗闇で視界が悪い。十分に気をつけろ。残念ながら海生物攻撃作戦は失敗です。あれだけの戦力を投入しても倒せないとは。テレポーションシップの破壊に成功。このエリアはグランコスの移動進路上にあります。テレポーションシップを破壊。グランコスです。
射しろ。海生物に気を取られるな。当初の目的を果たす。テレポーションシップと怪物を撃破しろ。奴を倒す方法はないのか。有効な攻撃方法を模索中ですが、先進科学研の提案によりチラン爆雷の使用が検討されています。